弾き方の解説をしていきます。今回の8小節分のソロは、弾き方自体はそんなに難しくないんですけれども、弾くタイミングが最初ちょっと難しいと思います。なので、まずは指の動かし方を覚えて、その後にドラムとかバッキングと合わせて弾いてる動画がありますので、それと一緒に弾いてタイミングをつかんでください。で、まず最初のフレーズ、これね。これはまず最初に3弦の11フレットを中指で弾いて、次に人差し指で2弦の10フレット2回。で、人差し指はビブラートをかけると、こうね、かっこよくなります。で、弾くタイミングなんですけども、最初の3弦の11フレットが、今までもあったようにカウントの1から始まるんじゃなくて、1つ前の小節の、カウントの、4の裏ね、 1 and 2 and 3 and 4 end、 この4 end のところで弾き出します。こんな感じです。1 and 2 and 3 and 4 and、 タイミングはこういう感じ。なので、カウントの頭は実際は2弦の10フレットの音になります。で、ピッキングはダウンアップで弾く場合、カウントの裏で入る場合はアップから弾いた方がタイミングは取りやすいです。こんな感じね。1 and 2 and 3 and 4 and。 で、慣れるまではアップで弾いた方がタイミングが取りやすいと思います。で、タイミングが足とか体でちゃんと取れるようになれば、全部ダウンだけでもいいですし、こうそのあたりはタイミングさえ合えば大丈夫です。で、次のフレーズね、これ弾き方ですが、まず最初に3弦の11フレット、次2弦の10フレットで、3弦の11フレットに戻って、次は薬指で2弦の12フレットをチョーキングして、チョーキングを下ろして弾きます。こうね。で、ピッキングですけれども、このフレーズもリズムの裏から入ってるんで、アップから弾き始めた方が弾きやすいです。アップね、ダウン、アップで、次ダウン、もう一回ダウン、これがまあ弾きやすいと思います。まあ、そんなに速いフレーズじゃないので、全部ダウンだけでも大丈夫です。で、次のフレーズは、また3弦の11フレットを弾いて、2弦の10フレット、次は1弦の12フレットをチョーキングして、で、下ろして弾く。で、次に2弦の10フレット弾いて、次3弦の11フレットで、2弦の12フレットをチョーキング、下ろして12フレット、次が2弦の10フレット、こうね。これ最初こう縦にこう指が3弦2弦1弦っていくので、まあ弾きづらいかもしれませんけども、この3弦2弦1弦って弾く運指に慣れてください。中指、人差し指、薬指でチョーキング、これが弾きやすいと思いますね。で、次また人差し指ね、で、中指、
薬指でチョーキングで人差し指、これが弾きやすいと思います。でピッキングなんですけども、これはね、まあアップダウン弾いて、次ダウンでチョーキング弾いて、で下ろしてダウンでダウンアップでダウン、もう一回ダウン、もう一回ダウン、これが弾きやすいかな。あとはまあ最初アップからじゃなくてダウンから弾いてもそんなに変わらないので、ダウンアップ弾いて次ダウン、まあ重要なのは足と体でリズムを取ることですので、ピッキングは今の弾き方が比較的弾きやすいと思います。なので参考にしてください。はい、今回の8小節ソロをスケールを使ってどうやって弾いてるのか解説していきます。今回のねソロは A メジャーペンタトニックスケールを使ってます。これね、でしかもほとんどこのポジションです。これね、でこのポジションを使いながらコード進行に合わせてそのコードトーンをうまく取り入れてます。でまず最初これね、これも A メジャーペンタトニックの、ポジションね。でこの伸ばしてる音、これはここのコードが A7 なんですけど、これ A7 ね、 A7 のルート、 A7 のルート、 A7 のルート、 A の音を伸ばしてます。で次はでこれも基本的に A のメジャーペンタね。で一番最後に伸ばしてるこの音、2弦の12フレットで、ここはちょうどコード進行が E7 になってるところなんですよ。で E7 のコード、これね、E7 のコードのこの2弦のところ、これが E7 の5度の音になります。この5度の音を伸ばしてます。こうやってこういうイメージね。まあ、ただこの全体的な流れの音がちょうどあの歌のメロディーみたいな感じで弾いてます。なのでなんとなくその歌のメロディーに似せて弾いてます。なのでまあメロディーっぽく弾いてるっていうイメージと、あとはまあコード進行的に言うとこれは E7 の5度の音になります。で次はでここのところはもう基本的にもう A メジャーペンタね、これ弾いてるポジションで、コード進行的には D7 になるんですよ、これね。なのでこのポジションは D7 の音がいっぱい入ってます。このこれ最初の音、3度の音ね、これ5度の音で、チョーキングした音、この音になるんですけども、これは D7 の3度の音になります。これのオクターブ上ね。で最後伸ばしてるこの2弦の10フレットも D7 の5度になります。なのでこのポイントポイントはあのコード進行のそのコード等に寄せてっているというか、あのうまくはめるように弾いてます。